グリーンスリーブスです。次はパッヘルベルのカノンを弾きます、これはバーリンガー3代カノンというのは実は同じメロディーをずらして弾く、まあ、そういう形式みたいですが、バーリン3代が同じメロディーを2小節ずつずらして弾く、そういう風になっています。それ以外にも無数奏程のチェロとピアノもあります。画面に映るの今から出すのはバイオリンの2台だけです。それはバイオリン1をゲストの人が弾いて2を僕が弾くんですが、そのパーツだけがスクリーンには映してありますが、音は伴奏としてパソコンから他は出てきます。それでは行きたいと思います。パッヘルベルのカノンです。
い感じだった気もしますが、まあ、2人で今日は弾いてるので、まあ、僕の方からゲストの人が見えるので、その耳の動きに合わせながらゲストの人の弾くようにしたらいい感じで、あのハモるっていうか感じがする気がします。ある程度そのこの楽譜というか覚えアンプというか、まあもう楽譜にはこの弾けるぐらいになってきたから、まあそういうのもできていくんだと思うんですが、はい、次はジブリのアニメの一つであるハウルの動く城のテーマ音楽である人生のメリーゴーランドを弾きます。これはもともとはあのオーケストラの曲として、あの何だっけ、作曲された曲だったかもしれません。作曲者は、有名な久石譲さんですね。でそれをあのバイオリンの二重奏に編曲した曲があるんですが、それをさらにそのちょっと、まあ、弾きやすいようにするためにバイオリン1のバイオリンファーストバイオリンのところにあるちょっと難しめの音符がセカンドの方に移動した移したそういう楽譜に編曲したものを使っています。で、あのゲストの人も僕もまだバイオリンファーストしかまともに練習してないので、2人とも同時にファーストを弾いてセカンドの方はパソコンから音が出る、そういうふうにしたいと思います。よし、はい、それではいきたいと思います。The Merry-Go-Round of Life from Howl's Moving Castle in Jubilee Animation、 Jubilee Animation の Howl の動画より人生のメリーゴーランドです。
揺れなければ、これバイオリン弾くと弾きやすくて、弾きやすいのにいい感じで聞こえて弾いてる方も楽しい。バイオリン弾くとこれを弾くと倍いいですね。はい、それではいただきます。玉上の歌です。全体には良かったかなと思います。はい、で今日の練習は以上になります。ありがとうございました。では片付けていきたいと思います。